どうも、丸見レンタルイスです。今回なんですけれども、こちらのディスプレイオーディオについてお伝えしていきたいというふうに思います。それでこちらのディスプレイオーディオはですね、9インチのディスプレイオーディオと 6.2 インチのディスプレイオーディオの2種類から選ぶことができるうちの9インチのディスプレイオーディオになっております。で、これはですね、ハイゼットトラック、ハイゼットカーゴ、で、今回のアトレー、これはですね、軽バン、軽トラックでも立派なナビを装着することができるようになったというふうな感じになっておりますので、で、これについて、金額についてはですね、まあ、ちょっとグレードによって変わってくるんですけれども、10万円から5万円で設定ができる非常に高額なオプションになっておりますので、これについてどういうふうに使うことができるのか、今回お伝えしていきたいというふうに思います。それでは見てまいりましょう。はい、そんでですね、まあ、今回まず基本的なことをお伝えしていきますと、こちらのディスプレイオーディオでまず何ができるのかっていう内容なんですけれども、このディスプレイオーディオでは例えば Bluetooth でつながっていたりとか、有線、こちらのコードで有線でつながっていたりとかすると、まあ、通話ですね、通話をすることができますので、ハンズフリーで電話することができるようになっております。で、あとですね、テレビを見たりとかラジオを聞いたりとか、あと Bluetooth ですね、無線で携帯と接続して音楽を聞いたりとか、そういった内容ができるようになっております。ちなみにこのナビ自体にはですね、ナビ機能はついていないので見ることができません。で、ナビについてはどうやって見たらいいのかっていうお話になってくるわけなんですけれども、その時に紹介したい内容が Apple CarPlay と Android Auto っていう2つの種類になっております。まあ、その携帯電話をこのコードでナビとつなぐことができるようになっているんですけれども、これをですね、つなぐと Google マップとか携帯のアプリをこの画面で使用することができるようになるんですね。なので、これについてですね、実際に画面を映しながらお伝えしていきたいというふうに思います。ではまず最初に Apple CarPlay と Android Auto について詳しく見ていきましょう。スマホを使っている方と iPhone を使っている方、両方いらっしゃると思うんですけども、まあ、スマートフォンを使っている方が Android Auto で、 iPhone を使っている方が Apple CarPlay ということになっております。基本的には一緒です。じゃあまず最初に Apple CarPlay からやっていきたいと思います。画面と見ながらお伝えしていきましょう。ではまずですね、このコードをこの下にあるここですね、ここにつないでいきます。で、これをつなぐことによって、はい、こちらですね、ここが作動したのが分かりますでしょうか。 Apple CarPlay ということでですね、ここが動き始めました。で、これタップすると、これが Apple CarPlay です。これはですね、ダイハツさんのナビに限らず、トヨタさんのディスプレイオーディオとか、スズキさんのナビでも一緒です。この画面、Apple CarPlay ってなったら必ずここの画面です。こんな感じです。これについては、詳しくは別の動画でもたくさんやっておりますので、より細かい機能については他の動画をちょっと参考にしていただきたいんですけども、今回はちょっと基本的な情報をこの画面でお伝えしていきますと、こちらが Google マップです。これ Google マップ、すごい見慣れた感じありますよね。で、 Android Auto との一点違うポイントは、まあ、ちょっと見え方も違うんですけれども、ちょっと体感的に操作することができない状況になっているのが、僕は Apple CarPlay でちょっと残念なポイントになっております。あとこれですね、この機能ないです。このこれで画面を大きくしたり小さくしたりっていうのが、これこういうふうに動く癖してこれができないっていう、ちょっとなんか嫌だなって思うポイントです。じゃあどうやってズームするのってなると、これを押してこうやって調整することができるようになってるんですけども、この状態からまた元に戻らなきゃいけないので、わざわざ完了を押さなきゃいけないんです。そうするとこうはできるけど、結局こうはできない、ちょっと遠すぎる、また戻すっていうような感じで、非常にちょっと扱いづらいかなっていうような印象を受けております。こんな感じですね。設定ボタンでは、Google マップによくありがちな下向きにしたいっていう方はですね、この設定ボタンを押して
これを押すと北向きにすることができるようになっていたり、で交通状況もこれで画面表示することができるようになっております。赤いところは混んでおりますね。緑がスムーズな交通状況です。であと他にもですね、航空写真にもすることができるようになっております。これも Google の機能ですね。地図の色、18時ぐらいを過ぎるとですね、 Google マップは自動で暗くなるんですよ、地図の色が。で夜間ってすると夜あの白い画面非常に眩しいので、こういうふうに周りがですね黒くなるんですよ。でこの地図の色を日中とか自動とかにするとこういうふうになります。なので夕方6時くらいになると自動でさっきの黒い画面になってくれますね。でこの状態で行き先検索もできます。こういう感じです。マイクも使えます。桜島、はい、このような感じで行きたいところもですね検索することができますし、あとこちらのボタンでもこれ操作することができるようになりますね。であとですね、音楽ですね、音楽もこちら再生したりとかすることができるようになっております。でこの辺であのリピートしたりとか同じ曲何回も再生したりとかすることができるようになってますね。まあ、他にもですね LINE ですね、 LINE のアプリがあったりとかメッセージのアプリがあったりとか、他にもいろんなアプリですね、ここに表示できるアプリいろいろありますので、詳しくはカタログの方でご確認していただければと思います。こちらがまあざっと Apple CarPlay になっております。まあ、あと設定どんなことができるのっていう話なんですけども、壁紙とかですね、この後ろの背景の映像を、背景の絵をですねこれ調整したりとかすることもできるようになっております。例えばこれとかこれとか真っ黒にしたりとかもできますよ。あと白とか、まあこんな感じで選ぶことができるようになってますね。あと他にもですね、こういった内容の設定ができるようになっております。運転集中モードとか、こういうのが選ぶことができますね。これが Apple CarPlay です。Android Auto だったら、これですね。はい、スマートフォンを接続します。画面真っ暗ですけれども、ここにですね、ちょっとホーム画面戻りますか。はい、このような感じになっております。これがホーム画面です。Android Auto はちょっと Apple CarPlay よりもなんかいろいろ使えるものが多いような印象ですね。例えばほら、Google ニュースとかも見たりすることができるようになっております。奈良地裁が山上徹也容疑者の事件当時の刑事責任能力を調べるため、で、あと YouTube ミュージックを聴いたりとか、あとマップ、Google マップですね。こちらの Google マップを表示することができるようになっています。Android Auto はこう体感的にすごい操作しやすいんですよ。なぜか Android Auto はこれちゃんと作動してくれるんですよね。Apple CarPlay にはなくて、Android Auto にはあるっていう謎の現象です。まあ、最悪これが使えないんだったら、せめてこういうふうに簡単にこういうふうにズームできるようにしててほしいんですけれども、 Apple CarPlay はさっきみたいに下の画面を押して、で一つ画面を切り替えてから操作して、で完了ボタンを押して元に戻さないといけないという、ちょっと遠回りな煩わしい感じの操作性になっております。体感的に操作できますよね。であと交通状況とかこの辺で操作できますし、航空写真に切り替えるのもこんな感じで簡単にできます。経路オプションもここで設定できることができるんですね。高速道路を使わない、有料道路を使わないとか、あと検索もここでできるようになっていて、まあ、行きたいところを行きたいところをこういうふうに確認することができるようになっております。なのでこういうふうに行きたいところを確認することができるようになっております。保存済みとか見ることもできますね。まあ、これが Android Auto です。で他には電話もすることもできますし、あとカレンダーの情報を見ることもできますし、設定ですね、このように設定で、まあ、できる内容は Apple CarPlay と Android Auto ちょっと違うみたいですね。ちょっと違いを感じます。まずあとこんな感じですかね。じゃあナビの機能についてお伝えしていきたいと思います。ナビの機能はですね、こちら電話、これかけたい人に電話することができるようになってますね。まあ、電話するときはですね、連絡先とか履歴とかそういったものからこのタップすると、まあ電話する、かけたい人に電話することができるようになっております。あと他にもこのナビの設定ですね、例えばこの操作音とかピッピピッピなるのが嫌な人はここで操作することができますし、音量とかもこれで操作できますし、
まあ、他にもセキュリティ、時計設定、カメラ設定、スマートフォン置き忘れ案内とか、こういった内容を設定することができるようになっております。まあ、これはシステム設定なんですけれども、例えばあとこれ、Bluetooth の接続の時に使う画面をここで呼び起こしたりとかできますし、あと他にもですね、Bluetooth とか、あと画面の明るさの設定とか、そういった内容もここら辺でできて、音設定もここでできます。エコライザーですね。こういったところもこれで操作することができますし、あと他にもですね、音場設定、音のスピーカーの鳴る位置ですね、前の方に傾けたり後ろの方に傾けたりすることができるようになっております。あとこの辺で音質も操作することができるようになっております。これで高音、これで低音です。あとこの ASL っていうのを使うと、まあ、加速、車の速度に応じた 音量の調整をオートでしてくれる機能もございますね。あと他にはですね、Bluetooth つないだり、テレビを見たり、ラジオを聞いたりというようなことができるようになっております。まあ、ざっくりですけれども、このような感じになっております。はい、ということでですね、今回はこちらの車内についているディスプレイオーディオについて内容でございました。今回こちらについているディスプレイオーディオは9インチのオーディオがついておりますので、9インチだと確か10万円ぐらいする内容のオプションになっております。携帯とつないで地図を表示したりとか、あと無線で会話したりとか、あと Bluetooth でつないで音楽聴いたりとか、まあ、基本的なナビに関する基本的なことは大体できるので、非常に便利な機能になっております。ただ9インチだとちょっとでかすぎるなっていうふうに感じる人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。まあ、もしくは予算上の都合で9インチじゃ嫌だなっていうふうに感じる方もいらっしゃると思います。そしたらですね、もう一個選択肢がありまして、 6.8インチ、それですと5万円とか6万円とかで、まあ、グレードによって金額変わってくるんですけれども、設定できるようになっておりますので、まあ予算とか、あと画面とか画面の大きさとか、そういった好みで選んでいければいいのかなというふうに感じます。はい、ということでですね、今回はですね、こちらのディスプレイオーディオについてご紹介していく内容の動画でございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をぜひともよろしくお願いいたします。ということで今回はこちらで動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。